大キューバロシア大使館キューバとロシアの関係はキューバとロシア連邦の両国関係でありそれにおける政治、経済、文化交流などを示す。これらの国はソビエト連邦時代から緊密に提携している。ロシアはキューバのハバナに大使館及びサンティアゴデクーバに総領事館を設置している。キューバはロシアのモスクワに 大使館及びサンクトペテルブルクに名誉総領事館を設置している。キューバにはおよそ5万5000人のロシア系国民が住んでいる。ロシアのプーチン大統領とキューバのラウル・カストロコカ、評議会議長1991年12月にソビエト連邦が崩壊してからもキューバとロシア連邦は外交関係を維持している。2000年5月にウラジーミル・プーチンが 第2代ロシア連邦大統領に就任した後に、両国関係は拡大した。2000年12月に、ロシアのプーチン大統領はキューバを訪問して、キューバのフィデルカストロ国家評議会議長とともに、アメリカの対キューバ金融措置解除を提唱した。ロシアは依然として、キューバの大口債権者であり、両国は互いに、緊密な経済関係を維持している。 キューバは2008年南をセチや紛争でロシアの立場を強く支持した。2008年秋にキューバとロシアは経済分野で協力関係を強めた。ロシアのイーゴリ聖ン副首相は経済関係、政治関係を強化するために2008年に何度かキューバを訪れている。ロシアは2008年秋に3度のハリケーンがキューバを荒廃させた後にこの国へ援助を提供した。 最初の国である。ロシアの支援には、食料、医薬品、建設資材を搭載した、飛行機4機が含まれる。2008年11月に、ドミートリー・メドベージェフ大統領はキューバを訪問した。経済関係を強化して、ロシア企業が、キューバの海域で原油を掘削し、ロシアの鉱山会社が、キューバのニッケルを採掘する許可を得るためである。 ラウル・カストル国家評議会議長は2009年1月28日から2009年2月4日まで約1週間の日程でロシアのモスクワを訪問した。この時に行われた会談の成果にはキューバ政府に対して2000万ドルほどの資金とキューバに対する人道援助として2万5000トンの穀物が含まれていた。2009年7月にロシアはキューバとの契約に署名してから メキシコ湾で石油探査を開始した。新たな合意の下ロシアは建設機械、農業機械を購入するための1億5000万ドルの融資を行った。2013年にロシアのメドベージェフ首相はキューバを再び訪問して現地で教育、健康、水力小学、航空宇宙技術に関する契約を締結した。2014年7月に ウラジーミルプーチン大統領も再度キューバを訪問して、この島国がモスクワに対して抱えている350億ドルの借金のうち90%を帳消しすることを提案した上で、キューバの石油産業に投資する契約を現地で発表した。ありがとうございます。